菊池勝人と佐々木千秋の言霊アラカルト。菊池勝人です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。佐々木千秋です。よろしくお願いいたします。菊池さん、はい、早速なんですが、何ちょっとこう小耳に挟んだんですが、最近ずっとダイエットを頑張っていらっしゃるということをお伺いしたんですけれども、はいはい、やってます。やってるんですか。はい、なんで始めようと思ったんですか。数値が良くなかったんですよ。あ、健康診断が何かの数値ですか。うん、そう。で、はい、医者から、はい、とにかく菊池さん、これ体重下げれば、はい、全部戻ると思うから、もうちょっと考えなって言われたんですよ。おで、やっぱりね、ある年齢以上になってくると、はい、熱効率が良くなるので、若い時みたいにたくさん食べなくても、はい、菊池さん十分動くからって言われて。そうなんですか。そうなんだ。そうですね。若い時いくら食べても太んないのに、はい、だんだん年取ってさ、食べてくると同じようなペースで食べちゃうと、はい、まあ肉になっちゃうから、いろいろ油とか肉とかに中年太りってますね。そのことそうそうですもんね。で、それ、まあそこまで言われたので、はい、やろうと。どういうやり方で、まあ、ダイエットされてるんですか。これはですね、あんまり参考にならないで、個人差があると思うんで、はい、おすすめはしませんが、はい、朝飯と昼飯を今抜きました。あら、もう2ヶ月以上。それでね、そんなにですか。うん、それでね、はい、お腹すくじゃない、やっぱり。すきますよ。その時に飲んでるのは豆乳飲んでます。豆乳ってね、結構腹持ちいいんですよ。へー。お腹空いてるじゃない。豆乳温めて飲むとね、はい、体がね、ああ満腹って感じてくれるから。そうなんですか。うん、結構ね、我慢じゃなくて、はい、いけるんですよね。へえ。でね、はい、で夜はちゃんと食べるんだよ。夜はね、夜はちゃんと食べるんだけども、ねうん、だから、はい、プチ断食を毎日毎日やってるのもんなんだけど、はい、ただね、これ数値でちょっと申し上げるとね、はい、中性脂肪ってあるじゃない、はい、これ普通35から149って言われてるらしいんですよ、成人の場合。これがベスト。35から149ぐらい、はい、で僕はそれやる前はさ、はい、300から良かったんです。あら、まずいんですよ。ちょっとあれ、ね、上がってますね。それがなんと132クリアになったんですか。そう、クリアしてんの。すごいじゃないですか。すごいでしょ、はい、あと総コレステロール、総コレステロールも120から219が、はい、まあ本当に問題ない人と言われてるんだけど、ええ、これがまたね、ちょっとあったんですよ。あ、そうだったんですか。300、400と同じようにあったの。これが今、はい、207になったの。207ってことはもうクリアしてるの。すごい。すごいでしょ、はい、あと尿酸値、はい、これが 3.4 から 7.0 って言われてるんですよ。この間やればいいですよって言われてる数値があるんだけども、はい、当時 7.5 だったの、2ヶ月前に。それが今 6.8 になったの。ちゃんともう全部正常な部分まで戻っていらっしゃるんですね。そう、だからこの数値で言えばさ、はい、多分皆さん初めて聞いてもさ、うんうん、へーと思うと思うんだよね。だからそれをもらえるんだったら、はい、少々のまあ空腹というかさ、その辺はまあいいかなっていうのも僕あって、うんうん、はい、これで数値が悪くなるんだったら、はい、無理にやめようと思ったんですよ。無理するのは。ところがいい数字になってるし、悪いことないんですよ。だからだったらいいなと思って、 あとはそれ以外に意識的に歩こうとしたりね、はい、これやってます。あ、そうなんですね。うん、横断歩道渡れるのにわざと歩道橋を歩いたりさ、上上がってもらう時でさ、こんなことやってるけど、はい、でもやっぱり豆乳って体にいいんだなっていうのはつくづく自分でも実感をしてますね。まあ、体にいいというか、まあ、腹持ちもいいというところで、やっぱりこうダイエットっていうと、まあ、豆乳なんてよくね、話なんかも。あ、やっぱり言うんだ。聞いたことはありますよ。そうかそうか、はい、だからそれをもう2ヶ月以上やっていて、やっぱり数値が本当に下がったので。そうなんですね。実際に周りの方とかに痩せたねとか言われますか。あ、それは言われます。あ、そうなんですか。言われるし、ベルト少し切りましたから。どういうことですか、菊池さん。いやいや、それはどういうことですか。もう後に戻んないよって意味で、はい、ベルト余った分を少し切って、はい、もうこれでいくからって自分に決めたんですよね。じゃあもう自分のそのベルトの穴の位置、はい、クリアしたらどんどん切っていくんですね。どんどん切っていく、どんどん切っていく。これはもう太れないですよ、菊池さん。これはだから2センチも1センチもいいの、はい、うん、これだと落ちるな、はい、ズボン落ちちゃうなって時はもう切るしかない。うん、面白いですね。でそうやってやっていくとさ、はい、もう自分の中にこう染み込んでくるわけだよ、その意識が。そうですよ、結局は。あ、すごいですね。でもずっと我慢してるわけじゃないんだよ。はい、夜はちゃんと食べてるし、はい、お酒も飲んでるし。あ、そうなんですね。うん、全然そんな普通の生活をしてます。
それでね健康になってしかもちょっとスリムになるんであれば数値が良くなったからさ、僕は正直言って驚いた、先生も驚いたけどでしょう、ね、何やったのこれって言われたんですよ。まあね、こう春ですし、これからね初夏を迎え夏になっていくんで、やっぱねこう体も気になりますもんね。はい、私もちょっと健康的にあの、ね、体見せられるように頑張っていきたいなというふうに、まあこれが正しいダイエットかどうか分かんないんだけど、そうですね、まあ皆さんそれぞれのね、うん、やり方が多分あると思うんで、そうなんですよね、はい、ぜひ、まあ、ちょっと簡単なご報告でした。いや面白いダイエット方法だなというふうに聞きました、ありがとうございます、はい、ありがとうございますさてですね、そんな非赤心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私佐々木千秋が、言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組、言霊アラカルト、今回も皆さんどうぞ最後までよろしくお願いします、うん、それでは最初のコーナーはプレイバック流行語。このコーナーは菊池勝人さんと私佐々木千秋のジェネレーションギャップを埋めるべく、とある年の流行語や世相をご紹介していきながら、ラジオを聴きの皆様にも昔を懐かしんでいただくコーナーとなっております。今回はですね、2002年平成14年についてリサーチしてまいりました、うん、この年どんな年であったかというと、例えばほとんどの小中高で完全週5日制になりましたね、うん、あとは FIFA サッカーワールドカップ、うん、日韓大会が開催されたのもこの年です。あとはですね、野生のアゴヒゲアザラシのタマちゃん、うん、多摩川に出現しまして、うん、タマちゃんブームとなりましたね、ね、はい、うん、あとは初の日朝首脳会談が開かれまして、10月15日に拉致被害者5名が日本へ帰国されました。これもね、衝撃的だったよね、うん、ですね、うん、あとは看護婦看護師がですね、うん、全国一斉に看護師の師の字が、あの師匠とかの師、教師の師という字に、ね、用いるようになったのもこの年だそうです。男女の差はないよって意味だね。そうみたいです ね、うん、はい、あとは EU 域内12カ国通貨がユーロに統合されました、うん、はい、あとはソルトレイクシティオリンピックの開催ということで、うんうんうん、はい、まあ、菊池さん実際この2002年個人的にどういったことを思い出されますか？いや、ユーロはすごいと思ったよ。あ、そうなんですか、うん、ただね、はい、やっぱり日本でもそうだけどさ、日本は同じ円でもってさ、地方行っても東京行っても全部一緒なんだけど、はい、でも物の値段違うじゃない、地方によって。そうです、新鮮なほうれん草食べたい人も東京高いけどさ、地方行ったら畑直売で売ったりして安いのあるじゃない。あります。同じことが国同士で起こんないのかなと思ったんですよ、はい、ドイツは高いけど、はい、同じものは他行ったら安くなるとか言ったらさ、はい、同じユーロを使ってもさ価値が違うじゃない。そうですね、こんなこと起きないのかなと思ったらやっぱり起きたよね、その後ね。ああ、そういうふうに、その、うん、通貨の価値がさ、はい、国によってやっぱり国力によって違うからさ。そうですね、だから今ね英国がどうするのかっていう問題も課題としてあるけども、やっぱり当時やっぱりいいことだけじゃなかったんだなっていうのは、はい、やっぱり感じるね。へ、難しいねやっぱり。まあそうですね、いろいろなことがこう変わるっていうのは、うん、昔のね、いろいろと大変なことがあったりするのかもしれないですね、はい、私はもう本当に高校3年生だったので、もうあの進路に悩んでいた時期かなというような、もう本当にその印象しかなかったないですかね。あ、そっか、はい、まあ、ちょっとワールドカップとかね楽しみにしてましたけれども、うん、まあ、ということで続いてそんな2002年の新語流行語について、その一部簡単にご紹介させていただきたいと思います、うんうん、はい、まずはタマちゃんね、先ほどもご紹介しましたが、まあ、北極圏に生息するアゴヒゲアザラシが北海道の近海に流氷とともにやってくることはしばしばあるんだそうです、うんうん、ただ本州しかも東京あたりにやってくることは極めて珍しいそうなんですね、うんうん、でこの年8月の7日に東京都神奈川県を分ける多摩川丸子橋付近で突然発見されたタマちゃんには大勢の見物客が詰めかけて、うんうん、この年夏一番の話題となりました、うんうん、ね、テレビなんかでもねすごく取り上げられていましたよね。そうですね。でその後、まあ、タマちゃん一旦消えちゃったんですけれども南下してですね、うん、横浜鶴見川片平川、大岡川に再出没し、うん、一方9月の19日にはですね、宮城県宇多津町の伊佐戸前川にワモンアザラシの子供、宇多ちゃん現れましたこれ私覚えてますよ、ね、はい、宇多ちゃん、かわいかったね、はい、はい、ね、なんか衝撃なニュースというか、いつも笑顔で聞いてましたけれども、はい、で次に日韓ワールドカップ
あとは中津江村ということで、うん、2002年5月31日のソウルでの開幕戦から6月30日横浜での決勝で大成功裏に終了しました、うんうん、観客動員は日本と韓国合わせて270万5197人でした。すごかったね、はい、うん、で大会前に心配されたテロ、フーリガンの騒動もなく、うんうん、FIFA をはじめ関係者の全てから完璧な組織運営と称賛され、うん、ブラッター会長からは美少の大会と命名されました。 そうですね、はい、そんな中ですね、日本で予選を行う日本チーム含む16カ国日本各地でこうキャンプを張ったんですが、うん、たくさんの自治体が経済効果を狙いまして、その誘致を行いました、うんうん、中でもカメルーンチーム誘致に成功した大分県中津江村は選手の待遇問題で到着4日も遅れてしまったことでの騒動で、遅れはしたものの地元の方との友好に努めた、うん、カメルーンチームの気さくな人柄などがマスコミで連日話題となっています。出てましたね、テレビでもね。本当、ね、うん、よかったね。そうですね。で次に声に出して読みたい日本語。うん、大野進さんが書かれた日本語練習帳というあの本に始まりまして、うんうん、2001年から日本語本ブームとなりました。中でもですね、当時明治大学文学部助教授であった斉藤隆さんが書かれました声に出して読みたい日本語。これが大ベストセラーになりまして、ね、あの日本の国語の教育で失われつつある名文の紹介とか音読暗唱を進める内容に、まあ、読んでる方は改めて日本語の魅力を再認識しましたね。でそしてこの本の後を追うように、まあ、日本語本っていうのが続々と出版されて各々の売り上げを上げていったそうですよ。日本語は綺麗だと思うな、僕も。そうなんですね。ただ難しいと思う。すごく難しいですね。ローマ字で書いたの読むと、はい、いやこれは外国人覚えられないだろうって思うよ。思います。日本人が見ても難しい。またニュアンスもね違かったりしますからね。うん、ということで、良かったね、これはね。そうですね。うん、改めてこう日本語注目されたという年だったのかなというふうに感じました。いかがだったでしょうか。皆さんの記憶はあの頃までプレイバックできましたでしょうか。以上、プレイバック流行語のコーナーでした。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。さて今回のゲストは今女性の間で大注目のパーソナルアロマブレンダー株式会社フルールアロマ代表取締役の島津美香さんにお越しいただきました。本日は楽しみに伺いました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは早速なんですが、まずは島津美香さんについてこちらでまとめさせていただきました資料をもとにですね、簡単なプロフィールご紹介させていただきたいと思います。島津美香さんは3歳から始めたピアノを専門的に学ぶため音楽大学に進学されるも、うん、親の敷いたレールに沿って生きることに違和感を覚え、人生をリセットすべくわずか1年で中退、そしてかねてから興味のあった花の世界に未経験で飛び込まれ、うん、フラワーデザイン系の専門学校卒業後人気の花屋さんに入社されました、うん、そこで高級ジュエリーブランドの店内装飾の担当や老舗ブライダル会場のフラワーデザインほか、いろいろな現場で経験を積まれ27歳で起業、その後新規事業としまして天然アロマオイルに特化したビジネスを展開、この天然のオリジナルアロマによる空間演出事業によりこちらもまた大手ホテルチェーンなどからオファーが殺到、そして前向きに頑張る女性を応援するオリジナルアロマブランドを立ち上げた後、現在は周囲の多くの女性たちからの要望もありまして、誰もが日常でアロマを使いこなせるパーソナルアロマブレンダー講座も開講されていらっしゃいます。さてですね、そんな島津さんなんですが、せっかくなんでパーソナルアロマブレンダーとは簡単に言うとどういったお仕事なんでしょうか。はい、ありがとうございます。天然のアロマオイルのみを使用しています、はい、天然のアロマオイルというのは、はい、果実だったりとか植物だったりとかから、抽出した貴重なオイルになるんですね、はいはい、こちらを使用して今あなたに必要な香りというのを一から調香させていただくというような仕事になります。そうなんですね、面白いですね、菊池さん、ありがとうございます。
もうその人それぞれでね、はい、と香りが違うんです、ね、すごい興味あるね、うん、そうですね、やっぱり体調だったりとか、はい、もうちょっとこう明るく過ごしたいなだったりとか、はい、その人の持つものってそれぞれ違うので、それに合わせたものを必要なアロマをしっかり選択していくというところが大切になります。へえ、面白いな。さて、それではですね、すごく興味があるんですが、はい、いよいよですね、今回ですね、島津さんの筆跡心理分析結果、はい、菊池さんに、はい、アドバイスとともにですね、公開で披露していただきますが、はい、心のご準備よろしいでしょうか。はい、緊張していますが楽しみにしてきたのでどうぞよろしくお願いします。はい、はい、なおですね、島津さんには放送直前にノインフォメで、はい、美しい未来の幸福な様子、美しいの美という字を漢字ひらがなでし、漢字で未来ひらがなでの、漢字で幸福ひらがなでな、そして漢字で様子で美しい未来の幸福な様子という一文を書いていただきまして、それを菊池さんにはですね、はい、お渡ししております。はい、また毎回申し上げております通り、放送終了も約1週間程度で YouTube にもアップしていただけますので、大文字アルファベットで言霊、カタカナでアラカルトで検索をしてみてください。それではお待たせいたしました、菊池さん、分析結果をお話しください。はい、はい、じゃあまずですね、これをパッと見てすぐに分かるのは、はい、字が大きいんですよ、基本的に。で、大きな字を書く方、これ聞かれてる方もリスナーの方もいらっしゃると思うんですが、字を書く方で行動的でない人はいないです。要はまず動いてから、それから考えようよっていう姿勢が基本的にあるんですね。で、まず動いてみよう、だって分かんないじゃないっていうことだよね。確かに、こそうですか、やっぱり、はい、まず動いてみないとさ、分かんないよね。ところからですね。で、これはね、ある面、あるその一枚のページの中に目いっぱいこうやって大きな字を書くということは、これ一つの世の中社会の投影でもあるんですよ。いわゆる目いっぱい使ってるでしょ、はい、社会に出てあっちこっちあっちこっち歩き回って、え、これはあれはこれはっていう感じでどんどん動き回りたいっていう、まあ潜在的な意識の表れなんだよね。はい、もっともっとちっちゃい字書く人いるでしょ、こんなに場所があるのになんでそのちっちゃい字書くのっていう人は、はい、結構遠慮したりしてるわけですよ。大きな字を書く人はもうどん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 動きたくしょうがないから、所狭しと動きたい、はい、これが自分のモチベーションを生んでる方の傾向が強いですねっていう人の字なんですね。はい、あと最後の様子の子供の字ね、横線が結構長いんですよ。あ、長いよね。はい、あと未来っていう字も横線が結構長めなんだけど、はい、これってあの職人さんの字と言われてるんですが、いわゆるね、あの自分の高いスキル、はい、専門性、はい、これに対して非常に関心の高い人の字なんですよ。あ、そう、だからあのどうしてこんなことまでわかるんですかとか、すごいこと知ってますねとかって言われることは、はい、あなたの褒め言葉だね。あ、確かに嬉しいよね。嬉しいね。で、反面ね、はい、様っていう字見るとわかるんだけど、はい、まあ、未来の来もそうなんだけどさ、はい、あの木偏の様っていう字の木偏の、はい、頭がそんなに出てないんですよ。あ、むしろ低いぐらいだ、全体のバランスから見ると、はいはい、でこの部分ってやっぱり強いトップダウン型のリーダーシップ性があるかないかっていうところを見るところなんだけども、はい、低いということは、はい、無理やり私にみんなついてきてよって気があんまりないんです。うーん、要はいやいや、もっとみんなで一緒にやろうよ、私はその参考になることを助けるから、いい結果出せるといいよねっていう感覚が強い人の、まあ、傾向があると言われていて、これが高い人は、はい、いいからついておいでよっていう感覚が強いと言われてるんですよ。あ、で特にあの専門的なものをとても大事にされてるので、はい、いわゆる組織の中で上に立つんじゃなくて専門的な部分で評価されたいというのが非常に強いと思います。だから専門的なものを自分で抑えるんだったら、はい、どん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 自分で勉強していくと思います、はい、そこにモチベーションの源泉があるから。そうですね、偉くなるためにやるよりも専門的なものを次々にやっぱり開拓していきたいなっていうのがよくわかるね、これ見て。まさに、え、まさにそうです。そうでしょ、はい、興味のあることしか勉強しないですね。それをもっと専門的な腕を身につけて、はい、それでやっぱりその先がみんなのためにお役に立ちたいな、なんだよ。確かにそうですね、うん、活用してもらうっていうことにすごく、そうでしょ、技術を高める魅力があります、ね。だからそれでいわゆる組織の上に立ってっていうよりも、みんながこれ助かってくれたら楽しいじゃないみたいな感覚がとても強いね。確かに。あとね、美しいっていう字の3本線が
非常にうまい感覚均等に書かれてるんですよ。3本4本あるでしょ、美しいっていう字、非常に均等に書かれてる。でこれは幸福の福っていう字の田んぼもそうなんだけども、結局間がみんな均等になってるんですよ。でこれはね、言われてみて初めて気がついてると思いますが、はい、これを均等に書けない人もいるんですよね。で別に書いてるからいいとか書けないから悪いって意味じゃなくて、要はこれって均等に書くもんだよねっていう無意識のもとに動いてるんですよ、これ指が、すごいですね。ね、ということは無意識です。無意識でしょ、はいはい、ということは自分の普段の行動の中でも、はい、これってこうやるべきだよね、これってこうだよねってことが常に自分を規制してとかなんですよ。いい意味で言うと自己コントロール能力が高い、はい、悪い意味で言うと、はい、感覚をすぐに何かに表現するって結構あんまり得じゃないかもしれない。あ、そうですね。だからやっぱり一回ワンクッションあるでしょ、一回翻訳するでしょ、はい、します、します。だからそれが今やってるようなお仕事の場合は、はい、あ、こうだからこういう理由でこうなんですよっていうのはすごくいいんですよ。確かに。でもこれがそうじゃない人いるじゃない、はい、均等に書けない人、うん、こういう人ってどんな世界を持ってるかというと、今の気持ちをちょっと鼻歌でもいいから音楽にしてみてって言ったら、あ、いいですかとか言ってすぐ歌ったりするんだよ。あるいはどんな色に見えますかって言うと、オレンジがあってさ、これに黄色かななんて平気で言うわけ。あ、でこういうのは直結してるんですよ、感情と、。でもあなたの場合は、いやいや、その前にまず一回訳さないと、訳してこうやってやらないとっていうのが、なんでってなっちゃいますね。でしょ、うん、はい、そういうところが、だからこれもいいも悪いもないんだけど、はい、まあそういうとこがあるよね、結構ねっていうところはあるかなっていうのがちょっとわかるね。いや、すごい。あとは最後ね、はい、様の字のさ、木偏の1画目、2画目、3画目、4画目の線を、はい、2画目の縦線を軽く切ってる、はい、横切ってる交差をしてる字を書いてるんですよ、はい、でこれを書く方は結構10人中何人もいるんですが、はい、ご自身の中で白黒をはっきりさせたいなって気持ちが基本的にあるので、ある？めちゃくちゃあります。そうするとこれが相手に対して何ていう言葉を言うかというと、はいはい、相手がぐちゃぐちゃ言ってると、うん、うん、分かるけどさ、んでどうなの、どっちって聞きたくなっちゃうんです。はい、やってます、やってます、ね、なぜかというと、はい、あなたは白い引き出しと黒い引き出ししか持ってないんですよ。したがってグレーの情報をパッとされちゃうと、はい、自分ではこれしまえないわけだ、ないから、相手に対して、だからどっちよこれ、はい、黒なの白なのって聞きたくなる。聞かないとしまいないと思ってるから。はい、そのことによって、はい、例えば何かやった時に、うん、後々ね、例えばある話題の中で何かあった時に、あなたがそれって前のこの時とこの時とこの時もこれ同じですよねとかって平気で言うんですよ。似てますよねとか言うんだよね。あなたは白い引き出しポッと開けたら、はい、そこに入ってる事例をパッと思い出せばいいだけなんだよ。でもグレーの引き出し持ってる人はこれができないの。そうするとそういう人は、はい、いや、よくそんな覚えてますねとか言うんだけど、あなたにしてみると、だってそうじゃんみたいな話で、そういうことなんですね。これはだから一目置かれる場合もあるよね。あ、パッ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 って言うから。結構そういうケースあります。やっぱある。はい、あります。やっぱりそういうものがさ、はい、分かってほしいのは、みんなができることじゃないかもしれないねってことなんだよね。あなたの持ち味かもしれない。なるほど。だとしたらその特性を知ることによって生かせるねってことだよね、はい。なるほど、そう、すごいですね。いやいや、あのすごい合ってます、大体言ってることは。はい、よかったです。細かく分かるなんてびっくりしました。これをどう生かすかですね。そうですよね、はい、生かし方ですよね。あの、いい悪いじゃないですか。無意識ですもんね。そうなんだよ。うん、でも知ってると生かせるじゃん。そうですね。知らないとさ、え、みんなそうじゃないんですかって終わっちゃうんだよ。いや、本当に違いが分からないですよね。認識してないとね、まあそんな風にこう利用してもらえるといいなと思ってるんです。ね、実際すごい、ね、どうでしたか？いや、すごく当てはまるシチュエーションが目に浮かびました。私を聞いていて、あ、そういうことだったのかっていう、はい、あの答え合わせが今日できてよかったです。あ、そうだったですね。はい、確かに、はい、とかっていう声にやっぱこう力があるとき、きっとそうなのかなと思いながら聞いてましたけれども、はい、まさにその通りでした。でですね、この分析につきましては、はい、まあ、菊池さん、ね、おっしゃっていらっしゃるように、あくまでこう参考にしていただくものであって、はい、断言するものではないことだけご注意ください。では最後にですね、はい、島津さんから告知などございましたらお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。パーソナルアロマブレンダー講座というのをこの度新しく、作りまして、こちらでは、
一般のですね、方向けに今まで企業様にご提案アロマさせていただいてたんですけれども、はい、一般の方が例えばダイエットしたいとか、うん、恋愛うまくいきたいななんて悩みをお持ちだと思うんですが、それに天然のアロマオイルの効能を使って自分のオリジナルの香りを持つということによって、日々をですねより良くしていただくというような講座を開講させていただきました、私をローマ字でアロマをカタカナで検索していただきますと、はい、講座ですとか今お得なですね情報が載ったメールレッスンなんかのご案内をさせていただいておりますので、ぜひ検索してみてください。面白いです ね、結構興味ありますよね。ありがとうございます。はい、ではですね、はい、今回のゲストはパーソナルアロマブレンダーの株式会社フルールアロマ代表取締役の島津美香さんでした。島津さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、なんともうエンディングのお時間になってまいりました。言霊アラカルト、今回いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回いかがでしたか。いや、その島津さんの話、はい、もっと聞きたかったね。そうですよね。で、各個性によって人によって、はい、香りをもし持てたら、うん、面白いよな。いや、面白いと思いますよね。その人の象徴する香りだったりとかね、うん、嗅覚って大脳に直結してるんですよ、五感の中で一個だけ。うん、それによってその人を覚えるときに、はいはい、あ、この香り嗅いだことがあるってすぐ分かる。確かにそういうことありますもんね、あるでしょ、はい、香りでピンとくることあるでしょ。あります。昔思い出したり。思い出します。そういうね部分がやっぱり香りの世界ってあるので、はい、今日はすごく面白いなと思って話を聞いてました。そうですね。私からしたらもう菊池さんの分析も気になるし、もう島津さんのねあのアロマのこともすごく気になって、うん、もうね、いや本当に、ね、お話聞いてたかったなというふうに感じましたけれども、ね、とっても素敵な方でしたね。ありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、この番組へのご意見、ご質問、ご感想などお便りの方もお送りいただけますよう皆様お願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、また次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池克人と佐々木千秋でした。ありがとうございました。